今回はラストスパートの解説動画です。経緯としては先日上げたショート動画、ラスパ強すぎ基盤ボム一生投げられるんだけどっていうショート動画を上げたんですけど、これに対してコメントをもらってます。すげえ、サブインク消費軽減いくつ積んでますか。これね、サブインク消費軽減をめちゃくちゃ積んでるわけじゃなくて、ラストスパートのギアの効果が大きいです。で、多分ラストスパートのギアっていうのが分かってない人って多いんじゃないかなと思ってます。私自身実際の発動条件であったりとか、どういった効果が上乗せされるのかみたいなところが分からなかったので、今回ラストスパートの解説動画としてまとめました。また、このショート動画ですね、あの動画の概要欄に載せてますので、よかったら見てください。それでは動画の方どうぞ。はい、ということでガチエリアマッチングしました矢柄市場ですね。今回はね、スプラシューターにラスパのギアを積んで基盤ボムをねガンガン投げていくっていう動画です。とにかくね、ラスパギアが強いってことを言いたいです。ラスパギアって皆さんどういうものかって知ってますか。これちゃんとね、把握してない方多分いると思うんですよ。ラスパってそもそもどういう条件で発動してどういう内容なのかっていうこと。ラスパはやりそう、やりそう、やりそう、ナイス、抜かれる、危ない、いやー、相打ちか。ラスパはそもそもカウントが50を切ってから30の間に、強くなるっていうか、一つ発動条件としてね。で、もう一つがラスト30秒ですね。ラスト30秒になると発動するっていうのがもう一つの条件で、発動するとどうなるかについてはインク効率がめちゃくちゃ上がるんですよ。今見てもらったら分かるんですけど、今キューバボムのインク消費量が半分なんですね。しかもめちゃくちゃインク回復量も、インク回復も早いと。これはやれる、やれる、危ねえ、やれました。あれね、当てれるとね、ほんと寿司もめちゃくちゃ強いんですよ。うわ、これトス、危ね、もらうもらう、あぶね、必死で投げたな。とにかく今ね、ラスパ発動しちゃってるんで、残り4分ぐらいあるんですけど、ずっと吸盤こんな感じで投げれます。これえぐくない。まあちょっとエリア塗んないとダメだけど、まあエリア奥に投げて、違うわ、味方だった。ちょっとエリア塗りたい、エリア、マジでエリア塗りたい。ナイスで投げとこう、右にいるね、投げといて、投げといて、それやりたいね。怖い怖い怖い、あー無理ー。ナイス、あれ潜伏、ああしないのか。まあ、今みたいな感じでとにかくね、エリアは生きて塗るっていうのも一つ大事なことだから、生存できるっていう意味で強いと。あとね、あ、 今みたいな感じでラッキーキルも取れると。見て見てそれ、いや今やれてないんだ、なんか適当に打ったんだけど、やれるかなと思って当たった気がしたんだけど、さあ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 塗ってきますと。この人しつこいね、ちょっとそっから狙ってくるの。とりあえず吸盤で塗りつつ、あの茶をなんとかしないとダメだね。やったー、やれましたー。絶対あそこ隠れると思ってた。さっきまでずっとあのね、ブロックの後ろ隠れてたんで。いいね、これ一人でコントロールしてるぐらいじゃない。違う、みんな頑張ってくれてる、みんな偉い。ウルショが来たけど、しっかり隠れつつ吸盤、それは引こう。もう死ぬ方がリスクある、それ。もううるそで塗っちゃうもん、ここまで来たら。前出よう、これなんかいるわ。いやこれ危ね、あと1分ある、まだ余裕ある。いるわ、なんかすごいね君に。2人いるわ、危ね、
どこだ。いやー、やりー、チャーやっときゃなんとかなるでしょ。9番、もうやること9番ボム投げながら後ろに下がるだけ。リードまで行きたいね。これ一応ね、9番ばっかりに目向けてますけど、メインのインク回復もね上がってるんで、ナイスリード、これはでかい。これ敵塗りに来るんで、しっかりここキープしたいね。うるしょうるしょ、ここでうるしょ、しっかりうるしょ。いやー、マジでこれはやったか、やってるなこれ。いやー、やってるわ。間に合うか。いや、やってるわ。今当てれると思っちゃった。行かないともう終わる、これ。行った方がいい。行って。行った方がいい、もう。前行った方がいい。いやーっと、負けたんですけど、ラスパの性能分かっていただける動画になったんじゃないかなと思うんで、これ使いますもん。あー、負けてよかった。ちょっと負けてよかったって言ってるのもあれなんですけど、ちょっと この後ね、1本動画つけてて、っていうのも、ラスパーって、まあ、カウント50切るか、もしくはラスト30秒になるか、出ないと発動しないんですよ。まあ、要するに、ノックアウトとかしちゃうと、ラスト30秒まで時間使わないから、発動しない時もあるんですよね。まあ、ただ、なんだろう。負けないためのギアなんで、これ。勝てればいいっていうギアなんで、そのあたり、やっぱり、つけといて損はないかなと思います。はい。ということで今回ラスパーのギア解説させていただきました。もしよかったらね、この後の動画見ていただくであったり、高評価いただけるととても嬉しいです。また、チャンネル登録いただけると本当に喜びます。はい。ということで、アウでした。見ていただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。はい、ということでガチアグラマッチングしました。今回はね、サブインク効率アップを1と、あとラストスパートですねを積んで、9番ボムをガンガン投げるみたいなギアで、スプラッシューターをやっていこうかなと思います。それではスタート。さあ、相手はスパッタリー、あ、チャーもいるね。お風呂じゃないわ、洗濯機と左降りてます。しっかり引かれたね。右、あれやれそう。やり、オッケー。普通にメインで勝っちゃってるけど、あのね、ラスパギアの発情条件が2つあって、めちゃくちゃ噛んだ今。発動条件が2つあって、1個が、ラスト30秒裏見とこう。ラスト30秒か、よいしょ。今のバレバレですね。はい、ラスト30秒かカウントで50を切ったとき、まあ、50を切った場合は50から30にかけて、ラスパの、おっと、ラスパの性能が上がるっていうのがあるんだけど、無理だ。あー、抜かれるねこれは。まあ、とにかく今の試合としては勝っちゃってるから、ちょっと様子見じゃないけど、どうしようもないんでね。うわ、あれ戻るね。いやー、ナイス。ちょっと勝っちゃうけどこれね、いいの、ラスパ使わなくていいのこれ。勝っちゃってるけどね、勝っちゃったわ。まあでもラストスパートは負けないためのギアなんで、発動今しなかったんだけど、それでもまあ良かった。予防接種と一緒で、予防接種せっかく打ったけど、打ったからかからなかった。良かったっていうやつなんで、まあしょうがないね。